はい、こんにちは。パラソラ中井出道場の井出です。キューピーです。はい。パラソラ渡辺です。はい。今日中川にいたあこちゃんです。よろしくお願いします。はい、二部連ですね。二部連です。はい。良かったですね。天気良くなってね。本当に。で、風もまあちょっと冷たいけど涼しいって感じで、ね、落ち着きましたね。はい、今日はまあ気持ちよく練習できたと思います。はい。で、まあそうですね。人数は今日は少なかったけど、まあ、ゴールデンウィーク入ったっていうのもあって、まあ、5月5日の合同練習までにはね、みんなこう調子をつけて大会に向けていくって感じで、で今日嬉しいことにまた2人エントリーが入りそうですね。はい、それでちょっと兄弟児で、はい、まあデビュー戦の子もいますし、まあちょっと対戦相手もいると思うので、はい、よろしくお願いしますって感じで、はい、もう今日対戦、はい、ペイパルで。アップしますので、すぐ反映されると思うので、もしよかったら見てください。そしてですね、昨日の時点で、まあ大抵締め切りが5月5日なので、1週間前、ね、もう切ってしまって、この前で290ぐらいかな。はい、もうそれでもすごいんですけど、ね、で昨日の時点では290。2まで行ったので、まだ今日2人エントリーすると294で、まだ今日とか昨日の夜は俺数えてないので、まだ増えてる可能性はあります、はい、で300は超えるでしょうということで4面ですね。はい。でまあ今ちょっとずつまた用意はしておりますので、よろしくお願いします。農技もありまして、充実もキッズも大人もね、あと女子がねちょっとまだ来てるけど、うまくこうね噛み合ってないというか、まだカテゴリーがねあれしてないので、もしよかったらよろしくお願いします。今度の日曜日がJBJJF の南日本選手権がありまして、そっちの方でもし試合が成立しない人がいたら15日の方にどうでしょうかって感じで、うちからはその一人、田井中さん、もうキャリア17年ぐらいのすごいキャリアのね白帯の方がマスター4で出ますので、お手柔らかにお願いします。実質稼働率1年ぐらいです。やっと今年になってやっとこう充実がね、練習どんどんできて、それまでからずっとやっぱ転勤とねあれでなかなかこうね、試合のお手伝いの時にはよく見かけるけど、はい、もう最近はよく登場してるひろゆきさんですね。皆さんも見たことはないけどね、初めて見たらきっと応援したくなるファイターですので、よろしくお願いします。はい、じゃあ今日はね、このまま土曜日、真帆先生たちは中川の方にね、はい、ホームに行かせていただきます。で明日帰りますって感じで、結構これがもう一回あるんですよね。そうなんです。これとその合同練習の前、そうか、それもありますね。多分最後の仕上げにはちょうどいいですね。はい、まあ頑張ってもらいましょう。あこちゃんもね、どんどんちょっと対戦相手をね、まずね入れてきてください。そして今日から新しいTシャツ、新しくなりました。私の新しい技です。反転術式を使います。まあカウンター使いです。よろしくお願いします。知らんやろね、これね、誰もね、ここまで詳しくはないと思うので。はい、よろしくお願いします。これのパッチも作ってます。はい。はい、じゃあそういうことで、後でまた会いましょう。はい。さよなら。今日お祭りいっぱいあってるよ。あ、そっか。ね、いいですよね。うん。